お前まさかエルダか、汚らしい種族がこの私の後継の闇を解決できるわけないだろう。オッケー、斬首。もうこいつは斬首の刑です。いいよね、ガリカ。意義ないよね。はい、皆さんこんにちは。プレイステーションポータルを使いながらやるレベル上げが楽しすぎるタツヤです。まあベッドでゴロゴロしながらレベル上げできるっていうのもそうですし、普段ねゲーム映しているモニターで Netflix とかね YouTube 見ながらレベル上げができるというね、最高ですねということで前回さ、前回リーダーのランクを15に上げたらっていうところでランクを15に上げました。なのでモアトの支援者からやろっかな。研究課題であるディーラーを成長させてくれたね。この調子なら理想を阻むルイの力にも対抗できるだろう。やったー。これランク4のクエストだもんね。やった、想像力の上昇。よし。それとおかげで一つ重要なことを思い出せたよ。幻想小説についての話だ。え、聞きたい聞きたい。それってどんな話？実はね、僕もかつて旅をしていたんだ。様々な都市を見て回った思い出がある。実はその旅で得た経験をもとに書かれたのがあの幻想小説なんだ。ってことはあれは現実ってことだよね。モアが直接見たものなんだよね。そんな気がしてた。まあ、あの幻想小説には旅を通じて感じた僕の願いと思いが詰まっている。辛い現実も目の当たりにしてきた。だからこそ生きるために夢を見ることが大切なんだ。なるほど、あれを実際に見たわけではなくっていう、まあ、モアの願いが込められてるのか。その小説が君の心の支えに慣れてるとしたら、苦しみながらも書き上げた甲斐があったよ。うん。そうだね。まあ自分のね、好きな小説の作者なんて神様だからな。あがめさせてくれ。すごいよ。それはやりすぎじゃないのか。と言いながら結構嬉しそうだぞ、モア。いや、まあ嬉しくなくはないが。それにしても懐かしいな。旅のことなんてすっかり忘れていたよ。外の世界で会ったみんなは元気だろうか。願わくばもう一度あの頃の空気を味わいたいものだな。でも君がここを訪れず孤独のままだったと思うとゾッとする。今かろうじて僕は僕でいられるのは君のおかげだ。最初は自分のためでもあったが、今は君の力になりたい。心からそう思っているよ。なんか明確にこう絆が深まった感じするね。これで、おぉ、血管バキバキ。ランク4。獲得前の全アビリティが確認できるようになる。へぇー。そういうこと？これは支援者のってこと？あ、やば。支援予測じゃん。すげえ。これによってね、どの支援者を優先的に育てる育むべきかみたいなね。わかるね。ちょっと後で見てみようぜ。いつかは、君自身のことも研究してみたいものだね。さて、旅のお供となる次の研究課題は、少し対象を広げて、様々な種類のアーキタイプを履修することだ。様々な英雄像に触れて受け入れる。そうすれば君の資質もさらに磨きがかかるはずだ。15種類。お、英雄の、紅葉でいいのかな？身よりもかなり経験値もらえそう。楽しみにしているよ。次はどんな思い出が蘇るかな？研究が進むだけではなく、そっちも楽しみになってきたよ。いいな。モアのこの話は日数経過しないからさ、気軽にできるよね。あ、でね、ヒュルケンベルグね、ランク20にしました。なので、ん？あ、おー、ほう、マジシャンね。マジシャンね、まだね、ランク1だもんね。なんとかしないとね。おう。はい、マジシャン、身につけて。で、技の継承とかやってみる？あ、でも、ヒュルケンベルクといったらやっぱ騎士の名乗り使いたいよね。おう。あ、千マグいただくんだ。おう、頼むよ。よし。オッケー、次はマジシャンを。育てよ。よし、じゃあ
さっきのフォロワーがこれだね。例えばじゃあガリカだとアビリティ詳細、あー見れる見れる、ウィザード、へー、これ上位職だね。コマンドバー、敵の情報が分析化詳細化される、へー、表示される情報が詳細化される、ほうほう、エレメンタルマスターウォーロック履修できる、あすっげー、一旦プレスアイコンを、へー、増加させる、え、わ、これ楽しいな。ちょっとこれ全員見たくなるな。そんなことやってたらなんか全部終わりそうだけど。最後だけ見てみる？ストロールに未だ見ぬ究極の英雄像獲得への覚悟が備わる。何それ？人間キラー。まあ、ストロールは人間を恨んでるからな。ちょ、楽しすぎるんだけどこれ。あ、なんかこの究極の英雄像ってのがみんなあるんだね。攻撃かばってくれるんだ。楽しい。ニューラスは、ニューラスは俺のために何してくれるわけ。あ、さっきのなんか覚悟が備わるってやつがないから多分バトルメンバーだけなのかな、あれは。ドラグナ、へえ、ドラグナ、ドラグナ、まあそれはドラゲないだけど。施術師、ああ、なるほどね。メサイヤ、メサイヤ、アトラスにおけるメサイヤなんてもう絶頂ものだろ。うわ、楽しい。で、キャセリンはまずどこにいるの？全然会ってないんだけど。牽制。上位職があるんだね。で、ベルギッタは？クイーンじゃねえや。タイクーン。おー。なにこれ、支援金が入った木箱が送られてくるようになる。賄賂じゃん。で、これは？全アーキタイプの装備時のステータスボーナスプラス3、え、強いじゃん。こういうさ、なんかね、シンプルに強くしてくれるのありがたいね。ソウルハッカー、アトラスにおけるソウルハッカーなんて絶頂もんだろ。すげえ興奮してるけど。よし、ということで、実はですね、まだ僕あそこの中にいるんですよ。まだゴブリンをずっと飼ってまして。レベル上げをね、もうちょっとしていきたいなと思います。よし、ということでレベル上げしていきました。で、レベルとしては、まあ、ウィルがレベル21まで上がって、まあもういっかな。と思って、あの黒い布をかぶったゴブリンがね、とうとうバトルにならず雑魚敵みたいに一周できるようになっちゃったんですよ。なので多分ここでのレベル上げはもうこれぐらいでいいのかなと思ったので、うん、よし、じゃあマリアちゃんのところにって言いたいところなんですけど、やっぱさ、グライアスのね、形見を盗まれたままちょっとマリアちゃんに会うわけにはいかないので、今回あの水色のところどこ行こっかな。うん、帰ろう。町に戻るか野営をするか、さらに旅を続けるか。ほう、男女を探索してる日はさらに移動したら旅を続け、ああなるほどね。はい、街に戻ろう。うん、そうしよう。飯食おうぜ。いつもこれパチンコの演出に見えるんだよな。カットインみたいな。夜。おお、珍しい男が。まあそうだよな。さすがに食事取らないと死ぬよな。マルテラの酒場に戻ってきた。ゴブルンの王を退治できたな。これで周辺の住民も安心できるだろう。群れの強さを知るとは怪物といえど侮れないな。確かにそれぞれは大したことなくても囲まれたら厄介だ。ひぼり命じよう。歩兵者に報告しに行かないとね。ビル、近いうちに行きましょう。うん。それにしても黄砂ね。まるで兆候がないが、予定の日に天候が変わるのか。占い師の的中率は確かなものらしい。だからこそ万全の準備を整えて向かわないとな。さて、この飯を食い終わったら、そろそろお開きとするか。今日は、みんなお疲れ様。ゆっくり休んでね。あくびって、その場にね、直接いる人じゃなくても、画面越しでも映るよね。よし。だから、改めて思ったんだけど、このゲーム、状態異常を回復させるアイテム、ちゃんと準備しといた方がいいね。
まあ、それかパトラをちゃんと覚えさせておくか。戦闘が終わっても状態異常がさ、治らないじゃん。で、状態異常中だと使える技がちょっと減ったりとかもするので、それもすごく大事なんだなって思いました。感想みたいな。よし、じゃあ報告しよっか。金くれ金。そいつはゴボルンの王を倒したんだな。あのゴボルンの群れを蹴散らして親玉も倒すとは、お前の実力は本物だな。これは報酬だぜ。遠慮なく受け取ってくれ。やったー、あざます。16000リーブ、ま、結構美味しいね。勇気も1だし2に上がんないかな。ゴボルンの王を倒したのに度胸足らない。そんなことある？お、ランクが300ぐらい上がったね。また次も頼むよ。お前らになら他の任務も任せられそうだ。調子いいこと言って、本当だよな。まあそう言わずにさ、もちろん相応の報酬は用意しているから、頼んだぞ。そういえば、賞金首じゃないんだが、手強いのが王都の大聖堂。地下納骨堂に出たらしい。王都のお貴族様が討伐できるやつを探してるんだとか。なんでもそいつに家宝を持っていかれたんだって。報酬は弾むって触れ込みだが、なんせ軍は忙しくてな。個人の頼みじゃ動けない。あんた、腕に覚えがあるなら行ってみたらどうだ？サンルメオ中央通りいる貴族を訪れると、訪ねるといい。へぇー。あ、そっか。ここでは受注はできないんだね。そこに行かないとね。よし。ん、そうだそうだ。なんかね、こういったものを見つけたので、ちょっと鑑定してみようぜ。さあ、ダマスカスナックル。うん。なんか買えるのあるっけ？突形か。あ、でもこれは強いんじゃないかな、指揮官の軍配。今、マジシャンにね、ヒュルケンベルクしてるけど。まあ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 。よーし、じゃあこのすかした男、なんか、こいつ忙しいとか言ってた割にはずっとここいるな。うん、探検をね、返してくれないと、取り戻さないと、マリアちゃんに合わせる顔がないんだよ。さあね、未来の王からの頼みだ、なんとかしろ。うん、溢れ出る想像力で自分が王になる展望と、自分に貸しを作ることの意義を訴えた。なんとかなった。未来の王とは、これまた随分と大きく出たな。そんな夢を語るのは、古代妄想家か詐欺師ぐらいなものだが、不思議と君の言葉には惹かれるものがある。ここは一つ乗ってみるのも悪くないか。それじゃあ君の頼みを聞こう。ただし僕の頼みを聞いてもらうことを条件にね。うん、なんだなんだ。ちょっともう一日で終わるやつね。半日で終わるやつで頼むわ。知らん。え、なんだその宝。そんな品を欲しがる貴族がいて。なんで本を売っておきたいんだ。何、呪い殺されたいの。その貴族は。それを取ってこいってこと。なあ、絶対そっちの方が大変じゃない。うん、じゃあ自力で取り返すんだね。向こうは相当な手だれだ。到底無理だ。なんか嫌な性格。でも多分これと支援者になるんだよね。好きになれるかな。何よその言い方。なあ、まさかあんたあの男の仲間じゃないわよね。はあ、ガリか。確かに。そうやってな、ぬすっとでこうチームを組んでな、さらにこちらのから何か踏んだくろうってそういう気だろ。面白い冗談だ。困った時はお互い様ってだけさ。うん、それはまず探検取り戻してくれよ、先に。お互い様ね。なあ。ま、決めるのは君らだ。確か、人さらいの退治に来たんだっけ。私たちのこと知ってるのね。ね。情報は何より強いからね。君らを知った上でいい取引を持ちかけてる。どうする。いいか、盗品は売られてしまうと探すことも難しく。うん、じゃあ一刻も早くそっち行こうよ。これならその前に取り返してやれる。本当に。それにも限度がある。急ぐことだな。どうしようか。一応聞くけど、
その指輪ってのはどこにあるの？場所次第だよな。ここから少し離れたところにある。うわ、君らの凱旋者なら翌日には着くだろう。一日かかる。中には怪物が徘徊してるって。そういう系。ぜひとも腰に剣をぶら下げてる君に頼みたい。悪い話じゃないさ。そこには上物の武器が多い。その他にも金目のものが5万とある。うわ、今回はちょっとできないな。それどこかで聞いた気がする。ん？併合戦争で亡くなった兵士が装備ごと埋葬されたって。装備ごと？行くだけの価値はある。保証しよう。探検のためだしやるしかないけど。私この人ちょっと苦手。わかる。あとはあんたに任せるわ。なあ、妖精には嫌われたみたいだな。君はどうする？もう俺も今のところ感情的には嫌いだけど。まあ宝探しのついでなら。宝探しのついでに見てこよう。まあ本当はついでとか言ってる場合じゃないんだけどね。グラヤスの探検すぐ取り戻したいから。話が早くて助かるよ。俺はククルス。ククルス。指輪は打ち捨てられた墓にあるはずだ。もちろん心ばかりの霊も考えた。もう言っとくけど、その間にちゃんと取り戻しておけよ。同時進行で動かせよ。それは重要な依頼だ。マルベノの指輪を探そう。また酒場の風分屋が知ってるんだ。グラヤスの遺品ね、取り戻そう。でどこだ場所は、言うてみ。うわ、そっか、一日かかるのか。君の凱旋者でもマルティラから一晩はかかるだろう。遠いが十分な見返りがあると思うよ。行くしかないのか。ここね、かつて栄えたマルティラの貴族が一族のためにこしらえた墓。後を絶たない盗賊洞窟により荒れ果て、さらに怪物が住み着いたため、今や存在自体が忌避されている。ここは打ち捨てられた墓ね。よし、待ってるよ。後でガリカにも話しておこう。これ初見プレイヤーの人でさ、こいつを優先的に支援者マックスにしようと思ったやついるのかな。いや、わかんないね。もしかしたらこっからね、めちゃくちゃいい人になるかもしれないけど。まあでも確かにこう、支援者でどんな能力がこちら側に見返りがあるかっても見れるようになったからね。それ次第かな。でももうあと1日しかないしな。今日何しよう。あ、そうそうそう。これこれ。通常攻撃炎属性で、今してるやつもさらにプラス56追よ。よし、浄化だ。なんて読むのかわからないけど、こう、はい。よし、めちゃくちゃ強くね。プラス56だぜ。よっしゃー。お、これが、あの話に出てた貴族かな？憤慨する貴族。正直困った。これは困ったぞ。途方もなく困った事態になったぞ。ずっとなんか小泉公文みたいなこと言ってるけど。何が困ったんだ？ん？お前まさかエルダか？汚らしい種族がこの私の故郷の闇を解決できるわけないだろ。大きい斬首。もうこいつは斬首の刑です。いいよね、ガリカ。意義ないよね。随分な言い草じゃない。何が故郷の悩みはどうせ大したことないんでしょう。愚弄するか、生意気な妖精不正め。ならば身をかっぽじってよく聞くがいい。大聖堂の騒ぎで妻は死んでしまった。操られた死体に襲われたのだ。なんかそれは、本当になんかご愁傷様です。としか言えないよ、そんなこと言われたら。そして、家宝の首飾りが中に置き去りになっている。それを何としても取り戻したいのだ。オッケー、任せろ。戻って、もう俺がやっていれよ。非力で臆病なエルト族からの仕込まれただけど、納骨通り立ち向かえるわけないだろ。こいつはどの立場で物を申してるの？お前ずっとここで独り言で困った言い続けるんか？貴様らには期待しないが、もし勇敢な戦士に心当たりがあればこう伝えてくれ。4000リーブ。なんか思ったより安いな、お前。足元見てんな。8月には封鎖されるんだ。はい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 。はい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 。おじさんは見返すついでに報酬もいただいちゃいましょう。頑張りましょう。はい。リミットが決まってるんだね、これはね。あ、なんか胸当てもらえるのか。じゃあ。首飾りは地下の納骨堂って話だったわね。うん。
大聖堂に行くときに通ったけど中を探索したことはないわ。確かに言われてみれば。あれ、この候補者の張り紙はなんか落書きとかしても OK なんだっけ。成り上がれ、ルイ様の元で。ルイは競技会に出てないのにこいつが出てるのよね。あまり人気が取れるようには見えないけど、一応警戒するで越したことはないわ。ルイがこいつをどう扱うか、扱う気かわからないし。そうだね。まあ左の横顔に自信があるんだろうな。ということで、他にやることもないし来てみたよ。そわそわする兵士。ああ、あんなアホ貴族どもめ、骸骨どもの頭蓋骨なんてどう集めりゃいいんだ。どうした、お前もなんか苦労してそうだな。おい聞いてんじゃねえよ。いや、告げ口されたとこで俺の運命は変わんないか。はは、乾いた笑い。さっき頭蓋骨とか言ってたけど、なんでそんなものがいるのよ。け、妖精やエルダごときに俺の悩みがわかるわけ。ん、妖精とエルダってまさか、この間の大聖堂の鎮圧で活躍したっていうあの。いや、エルダがそんな優秀なわけねえけど、もし噂通りなら俺の頼みも聞いてもらえたりすんのか。もうお前の態度次第だな。おう、まずは這いつくばって、神戸を垂れて、ほんともうなんかもう泣き叫べ。性格終わってる。例えば大聖堂の地下納骨、ああ、いいよ、もうついでだから言ってやるよ。うん。任せろ、任せろ。ほんとか、助かるぜ。納骨堂は今や化け物の巣窟。俺じゃ到底無理だからな。8つ。うん。俺はこのままじゃ処刑されちまうんだ。詳しくは物を持ってきたら教えるよ。お前が処刑されたらね、頭蓋骨が1つ増えるもんな。処刑される？あ、7月30ね。なんかやけに7月30タイムリミット多いな。え、ブリガンダイン。おーん。まあ、処刑されるってのはさすがにかわいそうだし、地下の納骨堂に行ってあげましょうか。そうだね。よし、じゃあ行ってみるか。うん。まあ時間経っちゃうけど、行こう。それじゃあ。ワクワクするな。ダンジョンってワクワクするな。相変わらず枕が濃いわね。けどここへ来た以上はさっさと依頼をこなさなきゃ。グーはまだ人手が足りなそうだし、私たちで力になってあげましょう。おう。扉はどこだ。あ、そう。前はここをまっすぐ進んだんだよね。気を抜くなよ。うん。使えそうなものはもらっておきましょう。なんかうじゃうじゃいるな。嫌だな、あんま行きたくねえな、この奥。ね、お、お前ら何してんの。いたたたたた、ダメだ、一歩も動けない。ちょっと大丈夫、もしかして怪物にやられたの。いや、逃げる隊長に突き飛ばされて転んじまって腰が。君たちこんなところに何しに来たの。その隊長最低だな。奥には怪物が出るって噂らしい。帰った方がいい。闇魔法を使う恐ろしい亡霊だそうだ。俺たちがここにいたって誰にも言わないでくれよ。腰が治るまで休んでるだけなんだ。いたたたた、本当かよ。来るな、死体どもめ。選んだ人か、びっくりさせるなよ。確か大聖堂で戦っていたエルダだな。あの男の刺激する骸骨との一戦、俺も近くにいたんだ。あ、そうなんだ。そういえばあの時すごい技を繰り出していたような。どんな魔導器を使っているんだ。トップシークレットだよ。まあいいじゃない。それよりあんたこんなところでどうしたの。俺は調査隊の兵士だ。ここに怪物がうるついてるってんで派遣されたんだが、報告通り死体がわらわら現れ、隊は大混乱。隊長は真っ先に逃げちまって、俺らは置き去りさ。うん、どんまい。単体だと弱いんだが、囲まれると危ないんだよな。お前らも気をつけろよ。隊長のこと、とこで仕事したくないし、俺らはもうちょっとここにいることにするよ。じゃあな。まあ、サボり兵士2人だな。お、頭蓋骨3つ集めた。なるほどね。結構このペースだとすぐ集まりそうだな、頭蓋骨の方は。さあ、この奥なんかいそうだな。けど特にマークが出てるわけじゃないから、クエストとは関係ないのかな。って鍵が閉まってる。つまりこの奥に何かあるってことか。そう言われちゃ放っておけないな。うん、納骨堂のどこかにあるはずだ。どこだろう。よし、頭蓋骨集め終わったな。一旦戻っとくか。ほら、これで処刑されなくて済むぞ。ちょ、待てよ。急なキムタク。頭蓋骨、もしかしてそれ俺のために。うん。嘘だろ、俺殺されずに済む。はは、よかった。で、結局なんで頭蓋骨が必要なの。
実は貴族どもの間で妙なまじないが流行っているんだ。化け物の頭蓋骨を家に置くと災いを避けられるとか。しかも普通のじゃダメで、納骨堂で見つかる刻印入りの骸骨じゃないと効果がないとか、とんだ迷惑だよ。でもそれを信じ切ったバカ貴族に頭蓋骨を要求されて、献上しないと縛り首だって脅されてな。なるほどね。ほんとバカげてる話ね。効果も何もない迷信でそこまで要求するなんて。ああ、貴族ってもう少し頭のいい人たちだと思ってたんだけどな。それが最近はなんだか熱に浮かされたみたいに。きっと大聖堂の騒ぎで思いさらされたんだろうな。自分たちの暮らしだって決して安泰じゃないって。国の偉い奴らがこんなんじゃ当分この国がまともになるなんて期待できそうもないな。ともかくあんたらのおかげで命拾いしたよ。約束の品を受け取ってくれ。まあいいことしたな。まあついでだしね。ブリガンダイン、これ気になるね。ブリガンダイン、見ず知らずの俺なんかのために体張ってくれてありがとな、エルダの兄ちゃん。見くびって悪かったよ、本当だよ。ちょっと装備見てみる。あ、これもなんか強いな。これ装備しとくか。あ、入れ替えになっちゃうのか。あれ、さっきなんか手に入れたやつは、あれ、なんか俺さっき手に入れたよね。え、夢あ、あったあったあった。危うく夢かなと思ったわ。よしよし、続きいくか。おお、これなんか鍵ありそうじゃない。これ鍵でしょ、どう見たって。さあ来い、鍵鍵。役立ちそうだ。違った。え、監禁用アイテム。よっぽど高値で売れるんだろうな。お、あ、罠だ。宝を盗むやつめみたいなことか。まあ無視するけど。無視できちゃうんだよな。さあもう一つ宝箱、今度こそ鍵でしょう。おう、さあ来い、鍵鍵。やったかけた鍵上部。あれ、これもう一つ鍵あるな。これ鍵のようだが欠けているな。このままじゃ使えそうにないぞ。でもわざわざ宝箱に入ってたんだし、ついになるものがあるんじゃない。そうだね、ないと困るよな。あった、宝箱。これついになる鍵でしょう。あ、うん、いやでもまあ普通に嬉しい。魔導器は嬉しい、なんか高かったし、シンプル売ってもいいし。もう絶対これでしょう。おう、さあさあ、もう一つのついになる。ハンコンコウ。いや、ありがたいんだけどね。全然嬉しいけど、換金用アイテムの100倍嬉しいけど。よし、絶対これだわ。おう、もう一番奥だもん、ここが。さあ、ついになる鍵が、ついに手に入った。やったー。これも欠けた鍵のようだが、この形はまさか。やっぱり、そういうことかも。ちょっと貸して、2つの鍵を組み合わせてみる。やったね。できた。欠けた鍵を合わせるってことだったのね。これで使えるようになったはずよ。よし、じゃあボスを倒しに行きますか。よし、この奥だね、鍵のかかった扉と。この感じ、うん、オッケー。さあ、どんなのがいるんだ。ん、あ、ん、う、強そう。え、強そう。ファイナルファンタジーでこんなボスいなかったっけ。何これ、亡霊。ここ納骨堂だし、しかも強化結晶まで。落ち着け、死者が蘇ることなどない。おそらくこいつも強化の影響を受けた怪物だ。ガリカが感じてた嫌な気配ってのはこれのことか。納骨堂の異変もこの結晶の影響かもな。これきり砕いておくとしよう。うん、一筋縄じゃいかなそうだ。うわ、強そう。え、ワクワクすっと。急に悟空みたいな話し方になったけど、このね、人定図が強いんだよね。あ、ガボットでいいか。ほら、超強くない？で、魔導の炎、さっきのね、魔導器を装備させて、で、これちゃんとできてるなと思うんだけど、魔導器使った方がさ、MP の消費量が多いね。
普通にアーキタイプの魔力だと 6MP 消費でいいんだはずなんだけど、18っていうね。この辺の設定細かいよね。よっしゃ倒した。呪いの、呪いとかしてくんの。うわ、ウィルが。しかもパトラ覚えてるウィルがさ、呪いがいっちゃめんどくさいんだよな。あったあった。こんな時のために買っといてよかった。で、ジンテーゼでカンデラーとかどう。ウィークがない。ライフスティール、うおおおお、面白い技やってくんじゃん。ほらワクワクすっぞ。なんで俺急に悟空なん。じゃあみじん切りとか普通に物理攻撃。うわ、レジスト、そのパターン。いや、それがいっちゃんつらいんよな。とりあ、うわ、どうしよう。そうじゃないな。さっき手に入れたコンコをここで使うか。もうとりあえず物理はダメなわけね。で、呪いもちょっと自分でなんとかしてほしい。よし。いや、厄介な敵だわ。ムードボンとかやってくんの。あ、よかった。即死系じゃないのね。普通のダメージ系ね。そうなってくるともう魔導の炎を使いまくるしかないよね。ブリズとかどう？うわ、ウィークねえな。あ、そっか。なんかアイテムいいやつないっけ。おお、いいのあんじゃん。いけ。やっと半分か。まあ、これ強えな。ライフスティールとかやってくるしさ。魔導の炎をやって、で、ここちょっと次に回して、ジンテーゼやった方がいいな。カンデラ。262円、強い。呪いの、もう呪いばっかさ、マジさ、やめてほしいよね。呪い、まだ俺、いける？呪い。あ、ない、もしかして。うーわ、だり。もっと買っときゃよかった。使っておくか。あ、やっとウィーク。人定図使えないよね。スキルは？スキルは使える？一旦ここメディとかやっとくか。いいよ。素晴らしい。メディ技継承させといてよかったわ。で、カンデラ。あ、そっかそっか、状態上のメンバーがいる。カンデ。いいよ。あ、いける、これ勝てるわ。なんか最近初見でちゃんと倒せるようになってきたな。マハムード強い。おい、やめてくれよ。なんだ今の軽く。今メディやってなかったら全滅してたんじゃないのか今の。恐ろしい技ここで使ってくるな。魔導の炎、よっしゃ倒した。はあ、楽しいメタファー、最高だぜ。アイテム、なんか強そうなやつ2つも手に入れた。レベルアップ、ランクマップ。よし、オッケー、今日も一撃ね。簡単に壊れるんだよなこれ。あ、やったー、黒宝石の首飾りゲットだぜ。なんとか倒せたって。それ何？あ、貴族の人の言ってた落とし物じゃない？奥さんの形見って話だし、持っていってあげようよ。うん、いやー、よかったよかった。報告可能なクエストがあります。あれ、この先行けるな。これは何だろう。あ、出口までの最短ルートかな、もしかして。ん？こういうとこちゃんと見てみたくなるよね。あ、宝箱発見だぜ。取り逃すところだったわ。あぶねえあぶねえ。さあさあさあ、期待できるんじゃないの。中身は、箱の中身はなんだろうな。お？やけど状態にならない。あ、まあ、特定の敵には刺さりそう。今回もね、呪いにならないみたいなアクセサリーあったらね、だいぶ楽に戦えたはずだもんな。よし、今日は帰ろう。ちょっとさっきの納骨堂さ、なんか普通の攻撃が効かない敵が多くて、MP 消費が激しいからあんまりレベル上げに適してないな。うん。そういえば地下納骨堂で片身だという首飾りを拾ったな。早めに返しに行ってやらないと。
あの騒動でいろんな人に影響が出てやるせないな。これ以上の悲劇を増やさないためにも我々の目的をこなせばならないな。きっと心待ちにしているはずよ。忘れないうちに渡しに行きましょう。みんな準備は万端か。もちろん食料も含めてだ。まあ万が一の時は道中でオオスナムシの幼虫を捕まえ、やめよそれは。うん、笑えない冗談やめてよね。冗談よね。疲れたが美味しい飯のおかげで英気を養えるな。腹を満たしたら解散とするか。今日はみんな、お疲れ様。はあ。神王が決する日に。あ、てか当日じゃん。7月2日。とうとうなってしまったよ。いよいよか。出発の日だ。みんなもう凱旋者に向かったよ。準備は万全。報告だけしておきたいね。報告できない。なるほど、強制イベントってわけか。じゃあオチもついたところで今日はここまでにしとこうかな。いや楽しかったね。なんか思ったよりさ、なんだろう、サブクエというかメインストーリー以外で訪れるなんかダンジョンが多くてすごく楽しい。寄り道ばっかしてると全然支援者のねランク上げがなかなかできなさそうな予感もしてるけど、酔っちゃうよねこれね。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方ぜひぜひよろしくお願いいたします。本当に本当に新しいなんかねコメントとかね、新しいっていうかこう皆さんがコメントをしてくれる、こう俺に通知が来るんだよ、誰々さんがコメントしましたとかさ、そういうの見ると本当やる気が出るのでぜひこの機会に普段したい人もコメントいただけると嬉しいです。それではバイバーイ。